いやー緊張やな。来ましたね、ついに。ついに来ました、ゾゾマリンということで、はい、頑張ります。はい、前回は関東国際野球リーグ決勝戦、ゾゾマリンスタジアムでの一戦の前を紹介させていただきました。このようにグラウンドで練習している映像や、まあね、意気込みなんかを話していきました。といったところでね、前回の動画まだ見てない方はそちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。今日ですね、試合前エンジン等もね、いつもと違った流れで選手たちの、ね、気合が入っております。なんとかして気持ちよく根拠にしましょう。監督を胴上げしたいところです。さあ、いざ試合が始まります。本日は試合の前半をどうぞ。はい、どうも良平です、よろしくお願いいたします。はい、本日はいよいよです、関東草野球リーグ決勝戦 in ゾゾマリン。相手は同じ埼玉の三橋さんです。先頭は俊足高打の斉藤さん。はい、これ相手のピッチャー、いきなりの133キロ剛腕ピッチャーです。三橋さんとはね、去年同じリーグでやってさよなら負けをしている因縁の相手なので、決勝戦で借りを返したいところ。さあ、斉藤さんしっかりと見えてます。3ボール1ストライクとなって、はい、これを選ぶ先頭出塁です。さあ、斉藤さんが出たら何でもできるぞ。そして2番には超攻撃的2番、翔平が入ります。さあ、何年ぶりのプロスターか、いきなり行っちゃってほしいところです。いやー、でもね、バントの構えなんですよね。最初これが初球ストライク、まあ一塁にあんなにね、斉藤さんがいるから、俊足の斉藤さんがいるからだとは思いますが、はい、これ高めのボールをガツンと、斉藤さんもサード切っている。打球はライト後方へ、これが落ちる。止まってた斉藤さんがサード切って一気に三塁へ。はい、ナイスダッシュです。これでいきなり先制のチャンスになります。ナイスバッティング。3番には翔平と同じくプロスタ経験者の宇龍さん。宇龍さんは QVC 時代からのマリンで経験しております。さあ、初球これがボール、見えてますね。次の球、叩きつけた打球、三塁ランナーがホーム、先制でした。初回に通れたのはでかい。ナイス打席、ナイススタートでした。そして、はい、このね、大学の先輩後輩の異様なパフォーマンス、そして翔平もナイスバッティング、祝福されております。さあ、エースで4番の矢中、ここで終わるわけにはいきません。さらに点が欲しいところ、初球見逃してボール。さあ、ワンボールとなってドカンと振り抜く、これもライトへ大きな打球、越えていく。さあ、ウリュウさんが三塁を回る。そしてホームイン、さらに1点を追加。ベンチもこの盛り上がり方です。いや、いい流れです。ナイスバッティング。本当に高打に柳中は活躍しています。さあ、これね、速いボールを振りまけず力で持っていきました。さあ、5番にはラガーズ首位打者の柴田さんです。柴田さんもね、本当にヒットがここ最近かなり生まれているので、ここも期待したいところ。初球ストライク、そして次の球がボール、ワンボールワンストライクで、これショートゴロとなりますが、柳中がよくスタート切っていました。進塁打となります。さあ、キャプテン神田さん、ここで返すことができるか。神田さんもね、打率2位でめちゃくちゃ打ってるんで、はい、初球から振っていく。緊張はしてなさそうですね。いいスイングです。さあ、ツーボールワンストライクとなって、これがアウト、入ってギリギリ決まって見逃し三振になってしまうも、初回に先制することができました。さあ、先発マウンドには今シーズンずっと投げ抜いてきた柳中。カンクサの成績はもちろん無敗です。防御率も1点台なんじゃないかなぐらい、ずっと抑えてますね。プロスタは柳中の力と言っても過言ではないんじゃないかなと思っております。さあ、スターティングラインナップ、守備はこのような感じとなっております。
もともとラガーズは守備あんまり良くないのでね、みんなそれぞれ緊張もあるかと思います。翔平はファーストで出場しております。みんなでね、守備も楽しんでいければなと思います。はい、キャッチャーは僕、良平です。前日に、本当にありがたいことに、佐山スポーツ整体院さんで治療を受けさせていただきました。めちゃくちゃ投げやすいです。ぜひ、肩に、不安がある方は佐山スポーツ整体院さんへお願いします。はい、そして大声で掛け声をさせていただきました。いざ谷中のピッチングになります。さあ初球何で入るのか。これアウトコースでストライクですね。これ両方初っ端からやらかしてます。これなんか太陽見てほしいんですよね。めちゃくちゃキャッチャー眩しいんですよこれ。はい、そして打球はセンターへ、白井さん定位置で打球取ります。先頭打ち取ります。球速も120キロ出てますね。いや、いい調子です。さあ2人目はどのようなピッチングをするのか。力ありますね。押してますね。ワンボールワンストライクとなった3球目。はい、ナイスボール。ビタビタのナイスボールです。さあこれで追い込みました。さあここも打ち取っていけるか。これ叩きつけた打球、神田さんチャージ、そしてジャンプ、ナイスプレー。躍動感あふれますね。守備もしっかり動けてます。いや、これはナイスプレーですね。はい、そして3番バッター、両平外に構える。ちょっと内に入りましたけどストライク。この日谷中はね、まあ今は逆球でしたけどしっかりと構えたところに投げ込んでくれました。はい、そして打球はライトへ、ヒロト下がってしっかりとキャッチ。後ろの打球ヒロト上手いですよね。はい、初回3人でピシャリ、最高の立ち上がりです。2回の攻撃はヒロトからになりますね。ヒロトもちょっと打撃落ち気味なので、せっかくなんでプロスターで1本打ってほしいところ。はい、これねベンチから緊張してるのかって声が飛んでますね。2ボール2ストライク。さあ5球目、これはまっすぐバットで当てることができず三振でワンアウトとなってしまいます。続くバッターには8番谷田。 いいですね、触れてますね。谷田はね、少年野球一緒だったんですけれども、あと1勝というところでセーブドン逃しているので、ここで一緒に戦うことができて最高です。さあ打った打球はショートへの打球、ダッシュもショートゴロで2アウトとなってしまいます。ラストバッター9番には良平です。はい、この辺のためにね、ユーフォーの慎重しましたよ。ズボン3人で終わらせず、なんとか出塁したいところです。さあ初球インコースへのストレート、打席立つとめちゃくちゃ速く感じましたね。まあ速いんですけどね。そしてこのボール泳がされて、ただ面白いところだが足が遅い。スライダーを振らされて、この回3人で終了となってしまいます。はい、2回ももちろん谷中がマウンドへ上がります。1回のようなナイスピッチングを続けてほしい。これサードゴロ、谷がしっかりとさばいてワンアウト。まあね、谷の守備は安定です。本当にナイスプレイ。はい、そしてお次のバッター、初球はボールですが低めで127キロ出ましたね。いやー、ナイスピッチ、速いですね。さあお次の球、はい、アウトコースビタビタ、これも127キロ走ってますね。3ボール1ストライクです。でこれ詰まらせた打球、またまた神田さんが華麗に動く。キャプテン動けてます。いいプレーですね。はい、そしてお次のバッター、これ見てください。ぜひ見てほしい。どうしてもやりたかった松川捕手の真似です。千葉マリンでやりたかったです。はい、茶碗でした、すいません。はい、そしてお次の球、これも詰まらせてランニングスロー、ウリュウさんのランニングスロー、ショートゴロでこの回も3人切りです。ナイスピッチ、ベンチもめっちゃいい雰囲気ですね。3回は打順よく先頭斉藤さんからです。はい、思いっきり振っていく。
斉藤さんもね鋭いスイングしますからね。さあツーストライク追い込まれて、ただこれは思い切り振ってても三振となってしまいます。さあ2番翔平、先ほど同様出塁したいところ。先ほどはね、まあ、長打ではありましたが、ちょっと、まあ、本人的には悔しがってたところはあったので、ぜひここは思い切り振ってってほしいですね。はい、豪快なフルスイング、これは長打、まさか三塁を狙っているのか。はい、2球目も変化球です。これはまさかストレート勝負なしかなと。ツーストライクとなって、これも変化球打たされてピッチャーゴロ。1球もやっぱり投げてきませんでしたね。3番ウリュウさん、なんとか出塁してほしいところ。アウトコースビタビタ決まるな、133。いや本当にいいピッチャーです。これアウトロー、見逃し三振で、この回も3人で終了となってしまいます。相手ピッチャーもギア上がってきましたね。もちろん3回も谷中がマウンドへ上がります。先頭、これはいいボールですね。ファールチップ思いっきり両平食らっております。はい、そして決まったと思ったんですけどね、わずかに外れてボール。これでフルカウントですね。3ボール2ストライクとなって、これ当てた打球、谷田が出てきて送球するも、これが悪送球となります。まさかの悪送球。ただこれ僕めっちゃカバー走ってなんとか進塁させずに済みました。これに関してはガン出しておいてよかったです。はい、お次のバッターは翔平が下がってファーストフライをがっちりキャッチ。これでワンアウトを取ります。難しい打球ですね。ナイスキャッチです。はい、ワンアウトあって、これファースト送球、そして翔平がセカンドでドンピシャ送球、アウト。両平翔平の連携で飛び出しランナーを刺しました。本当にドンピシャ送球でした。ナイススローです、翔平さん。これで2アウト。このプレーはでかいっすね。はい、そしてアウトロー決まって2ストライク。次ボール1球挟んで、これがレフトへ上がった打球、斉藤先輩がしっかりとキャッチして、結果この回も3人で終えます。ナイスピッチです。さあ4番谷中、自援後できるか。谷中も本当にバッティングも素晴らしいですからね。初球はアウトコースにストライク。さあフルカウントとなります。3ボール2ストライク。よいしょ、どうだ、ナイスキャッチ。相手サードの超ファインプレーです。これは本当に相手サード褒めるしかないですね。ナイスプレー。さあ5番の柴田さん、これがショートゴロとなって2アウトとなります。簡単にちょっとね、この回は2アウトとなってしまっています。さあキャプテン神田さん、1本出したいところ。これがフラフラと上がった打球もライト前へ落ちる、しぶとい。ナイスバッティングです。さあキャプテンが出ましたよ。これランナー進塁してチャンスでヒロトです。はいはいはい、振ってきますね。触れてるのはいいですよ。緊張してるかもしれないけど、ただこれ泳がされてしまい、サード取ってファースト送球。怪我しそうなヘスラー、なんか前もあったな、こんなヘスラー。さあ4回ここまで完璧な投球の谷中、引き続きマウンドへ上がります。はい、これアウトコースいっぱいストライク。さあ追い込みましたよ。これで3ボール2ストライクフルカウントとなって、さあ谷中は一体何を投げる。セカンド前方へのゴロ。ちょっとね、もう一歩チャージすれば余裕だったかな。まあ丁寧にっていう意味ではナイスプレーです。さあこれでワンアウト。はい、これここで初ヒットを許してしまいます。まあ、いずれはねヒット打たれますからね。ここまで、よくヒット1本も打たれず投げてくれました。はい、この打球が右中間へ抜けてしまいます。さあどうなる。三塁を回って、これはホームには返球されず1点を返されてしまいます。ナイスバッティングですね、相手のバッターの方。さ
さあ1点差となってしまいました。ここからは点をやれないところ、これ引っかかったボールなんとか止めることできました。なんとかね、でもこれ普通だったらもっと余裕で取れてるんでしょうけど、ちょっとやっぱり一歩反応遅れますね。これは修正しアウトコースにストライク。はい、お次のボールは長く持って、これやらかしました。はい、本当にやらかしました。はい、やらかしました。本当にごめんなさい。まさかのパスボールで同点となってしまいます。これに関しては本当に謝っては謝りきれない。マジで逆球の変化球、本当に見えなかったです。矢中の変化球がね、めちゃくちゃ落ちるっていうのも想定に入れとかないといけないですからね。本当にごめんなさい。さあ、ただこれ以上失点はね、されないように切り替えてリード頑張っていきます。さあ2ストライク追い込んでおります。これがわずかに外れてボール、ここで決めたかったボールではありました。しっかりとここで打ち取りたい。この打球がフラフラと上がってライトの前に落ちてしまう。流れがいってるかもしれないですね。つながってしまってます。ここで守備のタイムです。ここね、なんだっけな、なんか全く野球に関係ないことを話してましたね。はい、まあ気持ちとしてはなんとか切りたいといったところです。はい、初球はファール、120キロ出てますね。ナイスボールです。はい、お次のボール、ひゃひゃーっと上がった打球、今度はヒロト前進してきて、はい、アウト。ヒロト、フライはね、もう完璧ですね、動き。ありがとうございます。はい、ツーアウトとなりました。ここで切ることができるか。これ、フラフラッと上がってキャッチャー、ファールフライ。はい、叫んでおります。はい、広すぎです。ファールゾーンが。ワンボール、ワンストライクとなって、はい、これも、まっすぐか、まっすぐで空振りを取ります。さあ力で押していくのか、技でかわすのか。これなんだ、飛び出てるんですけども、矢中落ち着いてますね。周りの声が聞こえています。これなら大丈夫。さあ投げ抜いてほしい矢中。ここはね、何が何でも抑えたいところです。これいい当たりなんですが、レフト変わった石田さんがしっかりキャッチ、勝ち越し許さず、なんとか2点で抑えることができました。さあ8番谷田、なんとかね出塁して勝ち越しにつなげたいところです。はい、初球から振っていく、いいスイングできてますよ。ワンボールワンストライクです。さあこのボールはと泳がされて、サードナイスキャッチ、そしてファーストもおーナイスキャッチ。相手の守備も安定してますね。はい、僕のところで代打に岡崎さんが入ります。さあ思いっきりのスイング見せてほしいところ、初球変化球で入ってきます。さあどんどん振っていってほしい、いつものフルスイング見せてほしい。はい、思いっきり振っていきます。そうですね、岡崎さんといえばこのスイングですからね、どんな球にも思いっきり振っていく。さあ2ストライク追い込まれて、ただこれ変化球を振らされてしまい、三振で2アウトとなってしまいます。はい、ここで途中出場の石田さん、石田さんはねネグロス電光戦でのあの特大アーチがありますから、ベンチもみんな期待しています。さあ初球ストライク、そしてこのスイング、やっぱいつも通りね豪快にています。さあ本当に野球を楽しんでいます石田さん。2ストライク追い込まれました。お次のボール、ただこれは当てに行ってしまいセカンドゴロとなってしまいます。この回も無得点、決勝戦にふさわしい試合展開になっております。そして翔平が投手用グラブを手に次回マウンドへ上がります。皆さんチェックお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。